つもご視聴いただきありがとうございます。花八キャンプです。4月に入り少しずつ暖かくなってきましたね。そんな中、今日は我が家にとっては1ヶ月ぶりのファミリーキャンプです。今からワクワクが止まりません。ちなみに今日お邪魔するこのキャンプ場の管理棟には可愛いカフェも併設されています。キッズスペースもあって子供連れでも安心して利用させていただけます。いつも本当にお世話になってます。ご飯もバリうまなんですが、ちょっと食べ方汚くて伝わりづらいですよね。申し訳ないです。今日お世話になる幕はこちら、サバティカルのスカイパイロット PC です。久しぶりに使わせていただきます。はい、じゃあこっちもお願いします。久しぶりのキャンプだからか、いつもよりお手伝いしてくれるお姉ちゃん、いや助かりますね。それとは逆に、到着10分でドロドロに服を汚してしまう弟くん、ファミリーキャンパーにとって子供の着替え問題って結構大問題ですよね。いつの間にかお姉ちゃんもお邪魔モードに切り替わってます。なかなか設営が進みません。ただなんかこういう時間もファミリーキャンプならではでいいなと思ったり思わなかったり、設営は大変です。ただそんな中でもこのテントは比較的シンプルな構造なので設営自体は簡単です。子供がいるファミリーキャンパーにとっては一人でも設営が可能かどうかっていうのは結構大事なポイントじゃないかなと個人的には思ってます。今回初めて弟くんもペグ打ちに興味を示し出しました。少し前まで歩くこともできなかったのに、本当に子供の成長って早いなと思います。今日はお友達家族も遊びに来てくれてるので、いつもよりテンションが高いお姉ちゃん、めちゃくちゃ嬉しそうです。やっと完成しました。いやー、やっぱりかっこいいですね。めちゃくちゃ好みのテントです。We've come for you. We'll misbehave.
怖い。よし、一緒にやろうか。足が寒そうやもんな。日が暮れてくると予想以上の寒さです。ちょっと防寒対策が甘かったかなと反省しております。ということで、今日はもう早々に幕内に引っ込むことにしました。寒さで機嫌を崩しかけていた子供たち、なんとかテレビの力で盛り返してくれました。この時期でもキャンプ場の夜はまだまだ冷え込むことが多いので、まあ、持ってこようか悩みますが、ストーブがあるとやっぱり安心できますね。今日は鍋料理で温まりたいと思います。すっかり日も暮れました。すごいな、もう一杯目なくなるやん。美味しい、美味しいか。そっちパパだよ、そっち。一度まで食べたくなる。そうこうしているうちに疲れ切った子どもたちは就寝してしまいました。夜はなかなか冷え込みますが、焚き火の暖かさに癒されますね。最近は結構忙しくて、夫婦の時間はなかなか取れてなかったなと改めて思いました。夫婦の時間を作れるのも、キャンプで焚き火をする理由の一つになっているのかもしれません。ゆったりとした時間を過ごして、今日はこの辺でおやすみなさい。
けてね、朝から。慌ただしかったり静かにできたり交互に来るのもファミリーキャンプの醍醐味なのかもしれません。今しかないこの時間を目いっぱい楽しもうと思います。最後にポータブル電源でやってみたかったスムージーを作ってみたいと思います。野菜も入れたのでどうでしょうか。美味しかったみたいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も家族でキャンプを楽しんでいきたいと思っているので、チャンネル登録いただき今後もお付き合いいただけたら嬉しいです。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。